はい、というわけでね、時のオーブを砕いて過去に戻ってきました、またなぜなら、別のキャラと幸せになるためです。はい、じゃあというわけでもう一回あのノリオッティ芝居て、全員分のね、イベント見ていきましょうか。ネルセもずっとこっち見てるわオッケー、よしよしよし、じゃあ行きましょう。次ね、どうしよっかな。まあでもベーシックに考えたらセーニャさんかな。オッケー、18って。まあ正統派だもんね、セーニャさんなんか一番。いや、このラインナップに抑え間がぶち込まれてんのがなんかちょっといや別に何でもないです。エマパンチされそう。うむ、セーニャか。確かに彼女ならばお前を幸せにしてくれるだろう。まあセーニャさんともなんかまあお似合い感あるけどな、確かに。11、はい、お願いします。ありがとうございます。いやマジネルセン何者なんだよ、何をしてるんだよこの時に洗脳してるのかセーニャさんとかを。それはそれで怖いけどな。それって幸せなのかねって感じするけどな。一緒に暮らし始めてる、数日経ってる。よーし来たぜ。まずはみんなの意見を聞こう。ベロニカ、ねえイレブン、あんたと一緒に住んでいてセーニャの様子はどうかしら。え、知らん、俺も知らん。まだセーニャとは生まれた時からずっと一緒だったし、離れていてもついつい気になっちゃうのよね。いやだろうね、初めて二人離れて暮らしてるんだろうしな。これセーニャと一緒に住めるなんてあなたは幸せ者ね。彼女は素晴らしい女性ですもの。いやまあ確かにね、ちょっと天然なとこ以外は。まあイレブンも天然だからね。あなたに大変なことが起きてもセーニャなら一緒に受け止めてくれるわ。彼女のこと大事にしなさいよ。いやまあめちゃくちゃ優しいもんなセーニャさん。ねえ、セーニャちゃん甘いものが大好きだから、今度引っ越し祝いにダーハルネ名物のお菓子でもプレゼントしようかしら。いやいいじゃないシルビアちゃん、気遣いのできる子。世界が平和になったらみんなでワイワイ賑やかにお菓子パーティーをしてみたいわね。いやそう、まだ世界平和になってないんだよねなんか勝手に幸せになっちゃってるけど。セーニャはおっとりしているが、実は我々の中でも最も芯が強い人間かもしれん。いざという時取り乱さずに己のなすべきことをなせる。なぜだかそんな気がするんだ。いやーまあね、時渡る前はそうだったよね。そういう強さは力の強さとはまた別のものなのかもしれん。俺も見習わなくてはいかんな、まあ、将軍結構自分を責めたりするからな。なんじゃ、メンタルの強さはセーニャさんの方が上かも。セーニャと一緒に住むことになってちゃんと仲良くやれておるか。まあお主とセーニャであれば喧嘩することもないじゃろうがな。何が起きても二人で支え合うのじゃぞ。すげえ静かな家庭な感じするなすげえ静かそう家が。イレブンとセーニャが一緒に住むことになるとはな、予想してなかったから驚いたぜ。お前はのんびりしてるけどあいつもおっとりしてるからな。まあお前がリードして、お前なんでリードしてやるんだぞって、何女慣れした感出してんだよ。カメ、お前はそもそもリードしたことあんのかよ女性を。よガチャ、あ、いるー。いやなんか似合うな。みんなお優しい方ばかりですね。おー、覚えつき。皆様のお話も楽しくてずっといたいですわ。いやセーニャさんのなんかしっくりくるな。いや神の時は笑っちゃったけど、セーニャさんはなんかめっちゃしっくりくる。ですから、これでいい。一緒にお散歩をしませんか。あ、やっぱりあるんだね。私イレブンさん、ああまだ神の岩行くのか。いいよ絶対神の岩行くんだな。それでは行きましょう。はーい、行きましょう。また頂上でなんかイベントあんのかな、神の時と同じく。よし行きましょうか、セーニャさんここは本当に素敵な村ですね。イレブン様とのんびりとした生活を送ることができて私幸せですわ。いやープロポーズした時もね、空まで飛び上がりそうって言ってたし。神の岩ね、行ってみようか。じゃあ着いた。いやセーニャさんと、いやマジで全員分あるんだなあ。着替えてる、デフォルトの衣装になってる。んちょ、何今のリアクション。ここが神の岩の頂上なんですね。とても素敵な景色ですわ。もうイレブンにベタ惚れじゃないですかセイナさん。実は私お弁当を作ってきたんです。え、一緒に食べましょう。マジで
めちゃくちゃ可愛いやつじゃん。お弁当作ってきたの、せいにゃさん。おー、だ、鍋でかちょ、これ、よく持ってきたな。私、テルル様に教わってあなたがお好きだというシチューを作ってきたんです。シチューね、イレブン好きだもんね。食べてくれますか。いや、食べるだろうけど、こんなに食べれるかな。いや、はい、家出んのかよ。いや、これは悪魔の子できないよな、イレブン。こんなね、せいにゃさんが早起きしたであろう作ってくれたお弁当、これ断ったらもう魔王になっちまうわ、悪魔の子から。ありがとうございます、嬉しいですわ。でかいな、マジで。遠慮なく食べてください。熱々だし、マジでどうやって持ってきたんだよこれ。いや、まずいんかい。想像を絶する。あー、料理とかしないのかな、せいにゃさんは。あ、でも全部食べたのか、偉いな、イレブン。なんだその顔。意外と平気だったのか。いやー、ここは、ハイにしとけ、イレブン。うん。料理はね、まあ初めてだったのかな、せいにゃさん。徐々に上手くなっていったらいいからね。美味しかったのですね。お口に合ってよかったですわ。いや。これからもお料理頑張ります。あー、そう解釈されるのか。いや、まあ、徐々にね。私、修正していく。もっともっとお料理を覚えていきたいんです。あ、そうなんだ。これからずっとあなたには美味しいご飯を食べて喜んでもらいたいから。ジョイ、恋愛漫画始まってる。あなたとお話ししてると時間が経つのも早いですわ。めちゃくちゃ愛を語られるじゃん。こうして一緒にお話ししてると楽しくて嬉しくて、でも時々切なくなってしまって。切なくなる。イレブン、何笑っとんねん。せいにゃさん。あなたと一緒に冒険した日々は私にとってかけがえのない時間。私、これからも絶対に忘れません。うん、ありがとうございます。え、約束通り私を探し出してくれましたね。はぁ、あ、マジ覚えてたの。ほら、私ったら一体何を。ごめんなさい、変なことを言ってしまって。あや、でも記憶があるってことだね。これからはずっとせいにゃさんの中に、あなたの隣に笑顔でいさせてくださいね。はぁ、うわぁ、ちょっと、めっちゃいいじゃんこれ。なに、ここで伏線回収する、あのセリフの。これからもあなたの隣で笑顔でいさせてくださいね。いや、めっちゃ良かったんだけど、せいにゃさんルート。いや、マジこれ静止じゃねっていうぐらい綺麗な伏線回収あったぞ。めっちゃ良かった。はい、勝ち。よしよし。あら、次どうしよっかな。姉さんかな、マルティナ姉さん。せいにゃさんと来たら次はマルティナ姉さんかね、やっぱり。マルティナ姉さんで、じゃあやっぱりこの正統派な2人からちょっと見ていきたいっていうのはあるね。せいにゃさん、マルティナ姉さんっていう。いいよ、姉さんと一緒に住もう。いや、てか、デルカダール、その、王女としての役目とかどうなんのかな。一緒に暮らし始めちゃったけど。デルカダール城はいいのかな、これ。時が来たら戻るのかな。みんな、さて、と。マルティナさんって強いわよね。腕はもちろんだけど、精神力というか、弱音を吐くところを見たことないもの。ああ、イレブン以外の前ではね、吐かないんだよ。でも弱音を吐ける相手がいなかったらマルティナさん無理しちゃいそうだし、イレブンしっかりするのよ。ああ、そういうことね。愚痴を聞いてあげなねって。マルティナ様はしっかりされてますから、私悩み事があった時にはよく話を聞いてもらっていたんです。マルティナ様も甘いものが好きですし、夜二人でお菓子を食べながらお話ししたのは良い思い出ですわ。あ、そうなんだ。何それ、めっちゃいいじゃん、女子会じゃん。うふふ、ダメですよ、
何を話していたかはイレブン様にも秘密です。何将軍のあごひげの形謎だよね。何イレブンちゃんとマルティナちゃん一緒に住めてよかったわね。あなたたちすごくお似合いだわ。お、シルビアちゃんお墨付き。今度イレブンちゃんの家でみんなと一緒にパーティーでもしましょう。私がいっぱい盛り上げちゃうわ。シルビアちゃんめっちゃ人んちでパーティーしたがるわね。いやありがたいけど楽しそうだけど。イレブンよ、姫様と一緒に住むにあたりもし身辺の警護が必要ならいつでもこのグレイグに言ってくれ。身辺警護。お前の家を屈強の兵士たちで囲みネズミ引きさえ。いやもはや嫌がらせだからぞ将軍。何でもやることが過剰なんだよなこいつ。ケーキ全部買ってくるとか。あっぱれじゃ。イレブンとマルティナ姫、ユグノアの王族とデルカダールの王族が仲良く一緒に住むとあっぱれじゃわ。いやー確かにね、政治的にもいいよな。お主らは二人ともわしにとってかけがえのない存在じゃ。どうか楽しくやってくれ。老爺爺もご満悦じゃん。なあ相棒聞いてくれ。今だから言うがマルティナを見ると仮面舞踏会で蹴られたことを思い出すんだ。あの蹴りは痛かったぜ。久しぶりの予選落ちエピソード。イレブンお前も気をつけろよ。マルティナを怒らせると突然強烈な蹴りが飛んでくるかもしれないからな。ロミアさんの時もな、蹴ろうとしてたもんな、イレブン一瞬。ガチャ。あ、いるー。ちょ、姫がいるぞ。本当に過ごしやすい村ね。穏やかな時間が流れててのんびりできるわ。みんな同じようなこと言うな。今日はもう休む？いや、神の岩に行かないですか。それなら、一緒に散歩でもしてみない？行きましょう、散歩。せっかくだから、やっぱりね、みんな神の岩行きたがるな。行きましょうかね、サンジャ。それじゃ行きましょう。はい。何がそんなにみんなを引きつけるんだろう、神の岩の。ちょっと待って、なんか全員中にいんだけど。おいなんでイレブンちゃんの中で待ってんだよ。いや別にいいけど、まあ確かに他で待つとこないか。全員くつろいでんじゃん、イレブンの家で。着いた。夜だな。夜になっちゃいましたね、姉さん。そして着替えている。カメとセーニャさんの時は朝だったんだけどな。ここが神の岩の頂上。すっかり暗くなっちゃったわね。落ちないように足元に気をつけなきゃ。そうっすね、カメ落ちそうになってたから。ねえ、一つだけお願いがあるの。え、何？手を握ってもいい？あら姉さん、いやこれは、はいしかないだろ。蹴られるわマジで。はい、甘えちゃってよ。え、ありがとう。やっぱり高いところは苦手だわ。ああ、そういうこと。それでね、いやよく神の岩行こうって言い出したのよ。高所恐怖症なのに来たんだ。せっかくここまで来たんだし、夜の景色を二人で楽しみましょう。そうしましょう。いや姉さんが来たいって言い出したんだけどね。いや景色っつっても曇ってんな、めちゃくちゃ。夜景って感じじゃないな。で、大きくなったわね。超ねっとり触るじゃん。赤ん坊の頃は小さかったのに。あ、触れたら壊れちゃいそうなくらいに。あ、そっか、握ってたわ赤ちゃんの時も。あなたも一人前の大人だものね。いつまでも子供扱いしてられないわ。わあ、なんかこれ過去のエピソードとリンクさせてくんのいいな。あ、雨が。あら、雨が。なんかタイミング悪いな、姉さんの顔。あなたと二人でいるとよく雨に降られる気がするわ。確かに二人で逃げる時もな、雨だったし。なんだか寒いわね。いやそりゃ雨に打たれてるしね。洞窟入ったろ。ねえ、二人で温まらない？え、わかるでしょ。は、心の準備はいい？で、いきなり？ちょ、唐突すぎない？ムードもなんもないんだけど。いや、でもイレブン、勇者たるもの、ここで引いてはならん。はい。このままじっとしていても寒いだけだものね。うん。それじゃ、行くわよ。あれ、なんか違いそう。
ほっ、いや、なんでだよえ、組手あ、温まろうってそういうこと？いや、おかしいだろしばらくの間稽古に励み体を温めや雨に打たれたからって組手する？普通に洞窟入れや。止んでるし雨。おかげで体も温まったわ。本当に強くなったわね。いや、姉さんと住むの確かに大変そうだな、これ。ことあるごとに組手を要求されそうだ。え？お、なんか光ってる。夜風が気持ちいいわね。おお、月と夜風。あなたとだったらどんな困難が起きても乗り越えていけるわ。うん、これからずっと二人で手を取り合って支え合っていきましょうね。あ、そしてまたいい雰囲気になってる。お、いや、なんだよそれゆっくり手をつないだ。はあ。いや、ちょっと組手のくだりなんだったんだ。イレブン、あなたとだったらどんな困難が起きても乗り越えていけるわ。これからずっと二人で手を取り合って支え合っていきましょうね。いや、なんか手握って大きくなったわねみたいなくだりめっちゃ良かったけど謎組手が入ったな。あれはちょっとしたサービスシーンだったの。じゃあジージ、確かに彼ならばお前を知る。いや、確かにね、ジージもね、いや、他のキャラとは同性の意味が違うと思うけど、まあ、ジージ自身がな、絶対イレブンと一緒に住みたいもんな。数日経った。さあ、まずは話を聞こう。さて、と、おじいちゃんってすごい肩こりだから私よく揉んであげてたのよ。何それ、何そのほっこりエピソード。おじいちゃんの喜ぶ顔が見たいし、たまには肩もみをしにあんたの家に行ってみようかしらね。なんか第二の孫みたいになってるじゃん、ね、ベロニカ。ロウ様、あなたのおじい様はあなたと住むことができて嬉しいってよくおっしゃってるわ。いや、だろうね、じいじ喜ぶだろうな。ただ16年間ロウ様と旅をしてきた私から一つアドバイスよ。ロウ様って酔っ払った後はびっくりするくらいいびきが大きいの一緒に住むなら気をつけなさい。いや、それやだな。いびきでかいのやだな。普通に腹立つわそれ。あら、イレブンちゃん知ってるかしら、ロウちゃんってあまり顔に出ないけど結構寂しがり屋なのよ。いや、知ってる、あの時渡る瞬間とかな。だからイレブンちゃんと住めてロウちゃんすごい生き生きしてるの。新たな生きがいを見つけたような感じだわ。いやん、親孝行ならぬ祖父孝行だな、マジで。ロウ様は武術に優れているからな、直々に武術の手ほどきを受けてみたいと以前から思っていたんだ。ロウ様と住んでいるお前であれば好きなだけ手ほどきを受けられるだろう。うーむ、羨ましい限りだ。いや、そこかよいや、称号別に一緒に住んでいいんだぞ。そんな、ロウ様とイレブン様、16年間離れていたお二人が一緒に住むことができてよかったですね。いや、本当にね。お姉様と一緒にいるとよく思いますが、家族って本当にいいものです。ロウ様と温かい生活を送ってください。いや、ジージと一緒に住むのもな、いいよな。普通に自然だよな、なんか。ロウのじいさんと住めてよかったじゃないか。なんたって祖父と孫だもんな。もう、お互いたった一人の家族だもんな。家族か。まあ、一緒に過ごせるうちが花っていうしな。家族との時間は大切にした方がいいぜ。いや、なんだよ、それ、カミュー。あ、マヤちゃんのこと言ってんのかな。お、じいじおる。いや、じいじんのもしっくりくるな。この村の人々は温かいわい。みんな心優しく自然との共生を満喫しておる。このままずっとここに。いや、じいじ、石の村好きそうだよな。なんか似合うし。今日はもう休むのか。いや、じいじ、一緒に神の岩行こうよ。それでは一緒に散歩でもしてみんか。おん、しようしよう、散歩。愛する孫と二人で神の岩に行ってみたいんじゃ。なあ、いいじゃろ。いいよ、行こうよ、じいじ。それでは、行くぞ。行くぞい。いや、じいじとどんなイベントあんだろうな。あ、いたいた、じいじ。うん、ここは本当に心優しい方ばかりじゃ。16年前イレブンが流れ着いた地がこの近くだったのが不幸中の幸いじゃったな。いや、確かにね。まあ、他の村でも結構うまくやっていけそうだけど。わしは愛する孫とやってみたいことがあるんじゃ。やってみたいこと、何？
着いた。着いたよ、じいじ。てか、じいじ、腰悪いのに。よくも、登ってこれたな、ここまで。ほう、ここが神の岩の頂上か。これまで数多くの土地を旅してきたが、この景色はまた格別じゃわい。ロトゼタシアがな、一望できるからな。さてと。うん。いや、やりたいことって何？周りには誰もおらんようじゃんの。え、何？ちょっと怖いんだけど。何？いや、何やらされんのこれ。わしはな。あ、出た。孫と二人でムフフ本を読むのが昔からの夢だったんじゃ。いや、どんな夢だよ。やめとけ、もうよく出てくんな、ピチピチバニー。いや、将軍と読めよ。将軍めっちゃ読みたそうにしてたからジージー。いや、そんな地べたに置いて。せめて座って読め、岩とかに。祖父と孫水いらずで満喫しとる。いや、イレブンも読んだんかい、やっぱり。いや、ちょ、ジージー、イレブン年齢的にそろそろそういうの。やっぱりピチピチギャルはいいの。ちょっと、身内のそういうのきつくなってくる年齢だから、ジージー。いい加減にしろ、マジで。ありがとな。わしの念願の夢が叶ったわい。そんな念願にするな。楽しいか、孫と読むの。それにしても美しい場所じゃ。お主はこの辺りで育ったのじゃな。ああ、急に真面目なトーンになった。赤ん坊だったお主をこうして元気に育ててくれたテオ殿には感謝してもしきれんわい。テオジージね、いやー、会ってほしかったな、ロージージと。そういえば、お主はテオ殿のことをおじいちゃんと呼んでいたそうじゃんな。あ、そうだっけ、呼んでたんだっけ。その、なんじゃ、せっかくじゃしは、わしのこともおじいちゃんと呼んでくれぬか。いや、てか今まで呼んでなかったんだ、イレブン。いや、じゃあここで言えば鬼畜すぎるわ、マジで。ウルノーガだわ。あ、ロウおじいちゃんと呼んだ。呼んだんだ。ああ、おお、わしは幸せ者じゃ。じいじ、よかったな。愛する我が孫よ、お主とはもう二度と離れ離れにはならんぞ。そうか、二馬大使の幻覚には呼ばれてたけど、おじいちゃんって。イレブンに直接呼ばれるのは初めてなのか。そっか。いや、じゃあ今までなんて呼んでたんだイレブン、じいじのこと。普通にローとかって呼んでたのかな。それそっけなさすぎるけどな。愛する我が孫よ、お主とはもう二度と離れ離れにはならんぞ。もう二度とね。ところでムフフ本を読めて。いや、もういいって、ピチピチバニーは。いや、てかわざわざここに来なくても家で読めや。二人で住んでんだから。よーし、じゃあシルビアちゃん行っちゃおうかしら。いや、シルビアちゃんと同棲は確かにめちゃくちゃいいな。いや、なんだろう、めちゃくちゃ楽しそうっていうか、生活レベルがすごい向上しそうじゃない、なんか。ねえ、すごいいい暮らしできそうなんだけど。さてと。シルビアさんのプライベートってなんだかミステリアスだし、どんな感じなのか気になるのよね。まあ確かに意外と ミステリアスかも。自宅でのシルビアさんの様子今度教えてほしいわ。いや、すごいお肌美容とか気使ってそうだよな。シルビア様と一緒に住めるなんて羨ましい限りですわ。どこをとっても完璧な方ですからね。え、いや、ほんと羨ましい。私はもしシルビア様と一緒に住むことになったら頼りっきりになって。いや、ほんとそれめっちゃわかるわ、セーニャさん。俺も何でも頼っちゃいそう。いや、シルビアのやつはなんだかんだ経験豊富でいろんなこと知ってるからな。一緒に住んでも頼りになりそうだねえ。顔も広いしね。日常生活で困ったことが起きても嫌な顔一つ見せないでスムーズに解決しそうな気がするぜ。あー、でもゴキブリとかダメそうじゃない。いや、平気なのかな。ゴキブリ平気だったらまたそれはそれでかっけえな。シルビアは戦いの実力もそうだが家事もそつなくこなすからな。あ、やっぱそうなんだ。一体どこで身につけたのか。いや、めっちゃいいじゃん。
俺は家事全般に関しては不器用ゆえ、あいつの万能さには憧れる。あの器用さが羨ましいよ。いや、料理、洗濯、掃除も家事全般何でもできちゃうの？やばー。わしから言えることはただ一つ、シルビアが一緒なら心配することは何もないということじゃよ。なあ、もうフォッフォッフォッ。あやつとの生活は想像するだけでも実に愉快そうじゃ。今度試しにわしと変わってみてくれんか。あそれはそれでめちゃくちゃ世話してくれそうだな、ジージの。いやー、わかるわ。シルビアと一緒に住んだら毎日シルビアのショーを自宅で鑑賞できるってことよね。いや、毎日はさすがに飽きそうだけどね。羨ましい。羨ましいんだ姉さん。結構好きなんだな、サーカスとか。この村は本当に素敵な場所ね。いや、でしょ。でもシルビアちゃん性格的に結構すぐ引っ越しとかしたくなっちゃうんじゃな。ちょっと神の岩行こうよ。一緒に散歩でもしてみない？するするしましょうよ、イレブン。一人増えてる。絶景を見に神の岩に行ってみたいの。ねえ、いいでしょ。シルビアちゃん高いとこ好きだもんね。行きましょう。わお、ありがとね。行きましょう行きましょう。いや、確かに一緒に住むパートナーとしてシルビアちゃん以上の人ってなかなかいないかも。この村に住む方々は皆いい人だわ。ここで育ったからイレブンちゃんは心優しい立派な青年に成長したのかもね。心優しいはそうね、たまにいたずらするけど。ねえイレブンちゃん、私もっともっと自然を満喫したいわ。神の岩行きましょうか。じゃあ着いたわよ、シルビアちゃん。マルティア姉さんの時以外はやっぱみんな昼ね。着替えてる。キャー、すごい景色じゃない。キャーって高いところって私大好き。ちょっと棒だったわね、シルビアちゃん。大自然の絶景、さんさんと輝く太陽。あてか、やっぱ高いとこ好きだったのね、シルビアちゃん。いつも以上にハッピーな私。ハッピーなんだ、よかったわ。あなたと二人っきり。怖い怖いろ怖い。ん、何？これだけの条件が揃っていたらあれをやるしかないわ。あれ何？ねえ、私と一緒に踊ってくださる？あ、踊り、ここで二人きりで。いや、もちろんよ、シルビアちゃん。さすが、それでこそ私のバディよ。バディ、それじゃあレッツダッシング。あ、バディって呼んでくれてるんだ。あ、なんかいいねそれ、バディ。楽しそう。めちゃくちゃ楽しそう、シルビアちゃん。はい、あ、着替えてる。ちょっとそれ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 、着替え持ってきてたんだ、はい、イレブンの部分も。それそれ、いや、イレブンも楽しそうだな。あ、これこれパパと同じダンスじゃない、よく見たら。パパから習ったの、シルビアちゃん。ちょっと演出入ってる。じゃ、何これ。いや、ちょっと一番力入ってない、なんか。じゃ、初めて見るダンスなんだけど、これ。いや、何してんのそれ。ちょっとすごい楽しそうなのは伝わったけど、心ゆくまで踊った。いや、本当にね、本当に心ゆくまで踊ってる。あ、着替えないんだ、そんで。ありがとね、あなたがいてくれたから私はここまで来られたの。え、そうなの？そう思ってくれてたんだ。いつか私は世界一大きなホールを建てて、そのホールで盛大なショーをするわ。おう、そう、夢のステージを開催するの。あ、そういう夢があったのね、シルビアちゃん。その時は一番の特等席から私の最高のショーを見てちょうだいね。もちろんよ、もちのロンロン牧場。さあ、世界を救う勇者のあなたと世界を笑わす旅芸人の私、うん、二人が揃えば天下無敵、吹き飛ばせない不幸なんてないわ。二人で世の中を楽しくしていきましょう。いやー、シルビアちゃんさすがね、ブレないわね、シルビアちゃんは。なんか最初から最後まで、いやー、確かにいいコンビかもね。イレブンもね、ダンス好きだし、うん、何も言わずに付き合ってくれるし、シルビアちゃんのやることに。イレブンちゃんと踊れて楽しかったわ。これからも二人で世の中を楽しくしていきましょうね。うん、楽しくしていくバディよね、二人は。シルビアちゃん、さて、ベロニカ行くかじゃあ。
いや、おい、おい見せてくれんだろうな、ホリー。ベロニカのデレの部分見せてくれんだろうな、おい。それ、おら、めっちゃ見てっぞ。一緒に暮らし始めてる。よし。あ、ジージが先頭に。ベロニカは実にいい子じゃ。ただその責任感の強さゆえ、自分一人で何かと背負い込むところがある。いや、そうね、そうなのよ、ジージ。もしかするとそういうところが、お主とベロニカはどこか似ていて、心が通じているのかもしれんの。いや、確かイレブンもね、そうな、いろいろ背負い込むよな。じゃが、お主らはまだ若い。もし困ったことがあれば、背負い込まず苦労を分かち合い、仲間や家族を頼るのじゃぞ。ジージ、ありがとう。聞いて。なんだかベロニカの雰囲気が前より柔らかくなった気がするの。あ、そうなんだ。もしかしてあなたの影響なのかしら。お、イレブンの影響で？イレブンと一緒に住めて彼女本当に幸せみたいね。なんだかこっちまで嬉しくなるわ。あ、そうなんだ。おい、出れてんのかじゃ、やっぱ。しっかり者のベロニカちゃんと一緒ならイレブンちゃんも安心ね。でも一緒に住んでるからって日頃の会話や気遣いをおろそかにしちゃダメよシルビアちゃん、ちゃんとコミュニケーションをとって、ベロニカちゃんが大変そうだったらイレブンちゃんが支えてあげてね。そう、なんか夫の何たるかを解かれてるじゃん。いや、そうね、支えてあげてね、イレブン。行くぞ。ベロニカの魔力には驚かされるばかりだ。あれほどの才能を持った魔法使いを俺は彼女以外には知らん。いや、生まれ変わりだもんな、聖剣の。彼女と喧嘩をして家を燃やされんためにも、昔から愛用してきた無夫婦な本は、いや、何言ってんの、自分のベッドの下にちゃんとか、いやいや、もう最悪なアドバイスだな。何、そんなもの持ってないだと。ムー、さすが勇者、いらんし、いや、お前はベッドの下に隠してんのかよ、じゃん。ちょ、シルビアちゃんのアドバイスに比べて、なんてクソなアドバイスなんだ。さて。イレブン様、お姉様と一緒に暮らすことになってうまくやれておりますか？もし困ったことがあれば遠慮なく私を呼んでくださいね。お姉様のことならお任せください。え、何それ。ああ、なんか喧嘩した時とかってこと？呼んでいいんだ、セイナさん。まさかイレブンとベロニカが一緒に住むとは驚いたぜ。性格も全く違うからな。いや、まあ姉さん女房、まあ正反対の者同士の方がうまくいくっていう話もあるし、お前ら結構お似合いかもしれないぜ。いや、神がたまになんか恋愛上級者みたいな目線でアドバイスしてくるの何なんだ。ベロニカガチャ。あ、いるじゃん、ギャルがいる。この村の料理はよ、イレブン。わあ、ちょ、よ、よ、いいな。よって挨拶されるのめっちゃいいな。今日はそろそろ休む？いやー、ベロニカ、神の岩行こうよ、一緒に。それじゃ散歩でもしてみない？いや、しよう、しよう。いや、なんか でもいつも通りだな。実は私、あんたと二人で神の岩に行ってみたいの。ね、いいでしょ。いや、いいに決まっとるが。じゃ行きましょう。行きましょう。いや、でもちょっとこのギャルルック変えるか、なんかなんかギャルだって思っちゃうよ。エンジェルスタイルにしとこう、うん、天使にしておこう、ベロニカを。よーし、行くか、ベロニカイレブンと一緒に住むのもなんだかんだ悪くないわね。不思議とあんたといると落ち着くし。あー、そうなん。いや、でも幸せ感じてるんでしょ、ベロニカ。こう見えて神の岩に行ってみましょうよ。二人きりで行ける機会なかなかないしね。いや、行こう行こう。いや、楽しみだな、ベロニカイベント。着いたぜ。さあ、ホリー見せてくれよ。着替えている。着いた。え、なに？ここが神の岩の頂上ね。ちょ、今の目くばせな。これぞ絶景って感じで素敵だわ。いや、あのせいやさんの時みたいな時の目くばせなのか。ねえねえ、他の人じゃなくて私を選んでよかったでしょ。うーうーうーやっぱりそうよね。うわあ、私を選ぶと思ってたわ。ちょっと、おい、ありがとうございます。選ばれたという自覚があるベロニカ、かわいい、最高。にしてもここはいい場所ね。それを確認しちゃうのもかわいい。この辺りには魔物も見当たらないし、のんびり落ち着きそうだわ。そうね、ちょっと落ち着くか、ベロニカと一緒に。ねえ、せっかくゆっくりできるんだし、今ぐらいは休んだらな。休む？
なんだその反応。まだ厳しい戦いは続くんだし、休めるときに休んでおかないとダメよ。え、ほら早く横になって休みなさい。横になる、え、それはめちゃ目パチパチしてんじゃん。え、もうじれったやつね。え、本当にグズなんだから。ほらほら、うん、ああちょ、ひ、膝のやつ。おーい、イレブン、てか、あ、違う、あ、違う、あ、びっくりした。では余計なことを考えなくていいの。うん、勇者様にも休息は必要よ。いや、膝枕だと思った今。ま、あんたは何も心配することないわよ。これからもあんたのことはこのベロニカ様が守ってあげるわ。てか今の流れで膝枕じゃないんだ、むしろ地べた。なんだって、私はこう見えてあんたよりもお姉さんなんだからね。いや、そうね、お姉さんなんだよな、ベロニカは。え、でもさ、もし私が大変な時は、あんたも私のことを助けてよね。わお。まあ、こんなこと言わなくても、あんたは私のためにいつも頑張ってくれてるか。あざっす、感謝してるわ。ありがとね。いや、こちらこそ弱音いただきました、ベロニカの。あざっす。あ、風が来い。あ、来ないか。いや、おい、何風感じてんだお前。ベロニカ越しの風感じてんじゃねえよ。あー、でも休めてるってことか。どうよ、私のおかげでたっぷり休めたでしょ。いやー、休めたね、ありがとね、ベロニカ。これからもあんたの隣にはこのベロニカ様がついてるからね。わー、まあ、大船に乗ったつもりでいなさい。あー、なんかでも分かりやすいデレはなかったか。まあでもそれがベロニカらしいっちゃらしいよな。それじゃ行きましょう。いや、そういつもな、元気で明るいんだよベロニカは。うわー、いやー、まあでもよかったな、いろ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 見れたな、ほんとに。これからもあんたの隣にはこのベロニカ様がついてるからね。まあ大船に乗ったつもりでいなさい。いや、私選んでよかったでしょとかさ、なんかたまには頼らせてよねとか。いや、あざーす、いただきました、あざーす、見てよかった。おお、こだましてる、さすがベロニカ。はい、倒した。いや、何度目だろうな、ノリオッティがしばかれんの。よし、じゃあというわけで将軍行くか。将軍はやっぱり最後だよな、デザートだよな、将軍は。お前を幸せにしてくれるだろう。してくれるかな。一番なんでっていうチョイスではあるよな。まあ俺は好きだけど、将軍のこと。暮らし始めた、ベロニカ。イレブンとグレイグの生活、普段どんな話してるのか気になるわ。どういう会話で盛り上がるのかしら。確かに。いや、一言も喋んない日ありそうだけど。グレイグのこと全部知ってるわけじゃないし、私結構興味あるのよね。分かったことがあったら今度教えてね。いや、なんか珍獣と一緒に住んでるみたいな。いや、人間だから。そういえば、イレブン様もグレイグ様もこれまでのわだかまりを乗り越え一緒に住まわれるなんてご立派ですわ。いや、そうね、最初は敵対してたもんね。それにしてもお二人がお家でどんなこと、めっちゃ気にされてるじゃんそこ。二人でする会話すげえ気にされてる。いや、俺も気になるけど、何の話すんの。グレイグと二人で暮らすなんぞ俺には想像できねえな。あいつ家事とかできんのか。いや、できないって言ってたけどな、シルビアちゃんの時に。誰がやってんだじゃあ家事。イレブンか。あら、グレイグと一緒に暮らしていて、もし喧嘩しちゃった時のためにとっておきのいたずらを教えてあげる。いたずら？何それ。グレイグの枕元にカエルを忍ばせておくの。そしたら天井に頭ぶつけるくらいびっくりし、いやいやいや、それ誰でもびっくりするから、グレイグだからとかじゃなくて。まあ優しいイレブンちゃんはそんなことしないでしょうけどね。シルビアちゃんはやったってこと。かわいそうだな、ショウゴ。めっちゃいじられてんだよ。グレイグとの生活はどうじゃ。グレイグは無人ゆえ一緒に住んだら剣の修行を共にできそうじゃな。いや、まあ確かにそれはそうだな。もし今度修行をやるようならわしにも声をかけてくれ。
若いお主らと体を動かしたいからの。いや、なんか将軍も同じこと言ってたな、老爺爺と住んでた時に。そうね、姉さん、私グレイグのことは小さい頃から知っているけれど、彼と一緒に住むのはきっと大変よ。あ、そうなんだ。昔からとても頑固なところがあるから、イレブンも苦労するかもしれないわ。けれどそこも彼の良いところかしら。いや、なんか将軍の時だけみんな困惑ムードじゃない。なんか他のキャラの時はみんな祝福ムードだったのに全体的に困惑されてる気がするんだけど。おお。いや、参加者全員がなんでって思ってそうだわどうしてこうなったって思ってそう全員。これほど穏やかな時が流れる空間に身を置くのは久しぶりだな。満喫してる。今だけは戦いを忘れることができる。今日は、いや、じゃあ鎧脱ぐ。もう休むのか。いや、お前、神の岩行きたいんだろ、将軍。どうぞ。ならば一緒に散歩でもするか。うん、しよう将軍と散歩。神の岩に行きたい。出た出た、行こうぜ。じゃあ将軍、では行くとしよう。おお。いや、なんかまあ確かになんでだな、違和感あるな、将軍は。なんかやっぱり一緒に住んでる、ね。イレブン、まさかお前と一緒に住むことになるとは。人生どうなるか。いや、どういう経緯で一緒に住むことになったんだろうな。いや、ネルセンの力でその辺すっ飛ばされてるけどそこが一番気になるわ。将軍の中でどういう心境の変化があったのか。おい、着いたぞ将軍。天気悪いな、なんか曇ってんな。いや、雷鳴ってるしこれ温め合うかじゃないだろうなむわ、ここが神の岩の頂上か。いや、雨まで降ってきたし、やべえ。悪魔の子よ、服を脱げやめろ。剣を抜いてくれないか。いや、どこの剣だよえ、まあ、はい。え、てか、なんで剣抜くの。え、将軍も抜いてる。俺とも真剣勝負をしてもらうぞ。は、急に行くぞ。え、急に戦い始まった。いや、姉さんパターンこれ。ちょっとさ、体が温まったなからの手つなぐパターン。おお、やってるやってる、踏み手をやってる。あ、でも本気だこれ。え、イレブンとグレイグの戦いは日が暮れる。めっちゃやってる日が暮れるまで。あ、天気も良くなって。お前は本当に強いな。いや、何何だったの。何も言わず急に戦ってしまいすまなかった。おお。時に剣は口以上に本音が出るという。上辺ではなく本気で分かり合うためにあえて理由を告げずに戦わせてもらったんだ。あ、なるほど、チャンバラカウンセリング。剣としてお前の本音が、優しさが、強さがこれまで以上に分かった気がするよ。あ、そうなんだ。イレブンの優しさが。え、勇者であるお前を悪魔の子などと信じ込み、俺は数々の過ちを犯してしまった。本当に申し訳ない。いや、将軍、もういいって。そのことはな、イレブン。その償いのためにも、お前の思いに応えるためにも、ああ、俺はお前の盾として共に歩んでいこう。なるほど、これからはイレブンのパートナーとしてお前の盾になると。そういうことか、将軍。これからもよろしく頼む。あ、握手ね。はあ。いや、なんかくしくも姉さんの時と同じ流れだな。雨降ってきて組み手やって最後手をつないで終わりっていう。それにしてもいきなり勝負を申し込み驚かせてしまってすまない。どうにも俺は不器用でな。口下手だもんな、将軍。剣を通して感じたお前の思いと強さ、それに応えるためにも俺はお前の盾として共に歩むと誓おう。いや、まあでも無話展開にならなくてよかったよ。雨降り出した時まさかと思っちゃった姉さんのやつ見てたからさ。はい、じゃあというわけで仲間全員分のね、幸せになるイベント見れましたね。
いやーでもやっぱセーニャさんとベロニカのが一番印象残ったかな。特にセーニャさんのめっちゃ良かったよな。なんかそろそろ医師のもらい戻るのか。めちゃくちゃ遠くで話しかけてきて将軍。いや帰るよ将軍。ああ終わったから。